ハの一番をヘ長調に調して弾くレッスンを始めます。ファから始まるヘ長調は黒鍵の位置が C フラット一つです。それぞれの指が黒鍵を押さえた場合の手の位置をもう一度チェックしましょう。演奏者が無理のない位置をつかめれば、弾きやすいと同時に良い音色を得ることができます。1オクターブ分の右手を弾きます。右手です。3小節目、2拍目で奥に入りながら4小節目の C フラット準備。6小節目、1拍目で奥に入りながら5種の C フラット準備。8小節目、2拍目で奥に入ります。11小節目、1拍目で奥に入りながら1 C フラット準備。左手です。3小節目、奥に入りながら4小節目の C フラット準備。6小節目、1拍目奥に入りながら弾きます。1つ目、2拍目で奥に入りながら弾きます。11小節目、1拍目で奥に入りながら弾きます。108で弾きます。